そうですね、まあ、本当に常に自分らしいプレーができるように敵は赤堀選手や山根選手ではなく自分だと思っているので、そこら辺はあまり考えてないです。そうですね、まあ、やっぱり思い切りの良さだと思います。そうですね、本当にワールドカップの初戦だと思って、そのぐらいの気持ちでしっかりチーム全員でいい準備して入りたいと思います。いつも通り後ろからしっかり声、試合に出れたら後ろからしっかり声を出して、まあ、元気な姿というかみんなと協力してゴールを守れる姿を見てほしいと思います。思いっきりのいいプレーを見てほしいと思います。